泣きやんだ。突入、自信なくなってきた。なくなってきた。だってここ3日くらいさ、卒入に向けて、うん、まあ夜も断乳しようとしてるんだけど、うん、やっぱりさ、夜だからさ、うん、泣くじゃん、おっぱい肘がって。で、あんまり泣かせんとさ、追いつくからさ、そうそうそう、心折れそう。今も多分おっぱい欲しくて泣いてる、うん、気をそらすしかない。LMNOP でいいよ。 NLL モッピL モッピって言ってんじゃん。 LMNOP よ、跳ねたくなるの。 LMNOP よ、 HIJK LNNOP。 なんか違う言葉が入ってない。 LMNOP 合ってるじゃん。合ってる合ってる。ピって何最後の。 OP って言って。 LMNOP 言ってみ、楽しくなってくる。 LMNOP でしょ、よくない。歌なんかからさ。 QRSTUVWXYND ん、こっちがいいの。ママこの辺歌えないわ。ちょっと忘れたかも、おっぱいのこと。後ろにいいのあるよ、そっちじゃない。すごい。お、タッチできるの。タッチできるね。それ食べるやつじゃないよ、むっちゃん。むっちゃん泣きすぎて汗かいてる。もうすぐお風呂入ろうね。うん、ちょっと機嫌治ってきた。治ってきたね。ダメよ。
がさ、うん、もう前歯生えてきたじゃん。生えてる。おっぱいこのまま吸い続けてたらさ、うん、前歯出てこないかなって心配ないの。長い一日だね。本当にずっと泣いてたかも、ほとんど。寝た？うん。飲みたかった。うん。飲みたい。突入スムーズにいきません。助けてください。なんかいろんな記事、ネット記事見るけどさ、突入のやり方みたいな、うん、まあやっぱり 人それぞれなんだなみたいな、結局は。結局合うやつってことね。そう、まあ、メンタルもそんな感じだけどさ、メンタルは割とすぐになんか解決して、うん、これはなかなか、まあ、でも1週間くらい頑張ってるよ、うん、何も成果がないマジで。でなんか最終的に夜におっぱいあげちゃって、うん、その日がダメになるみたいな。突然さ、やめるのも良くないからさ、うん、食われる時間を短くしたりとかしてるんだけど、回数を減らすとか。でもそれをやると逆効果だったの、私的には、うん、なんかさ、やり方でその短くして、吸わせる時間を短くしてどんどん回数を減らしていくみたいなやり方もあったんだけど、うん、それをやってみたら、うん、小麦ちゃんは怒る。途中でまだ飲みたいなみたいな感じで、もっと逆、なんか怒る感じです。なんかすごい声で泣くから、アゲンよりも怒るって感じ。そう、アゲンと、うん、なんかあ、今そういう時間じゃないのかなみたいな感じで、なんかこうやって寝落ちしてくれることが多いんだけど、その寝落ちまでの時間がすごい伸びちゃって、うん、私がやることできなくなるみたいな。どっちもメリット、デメリットが大きくて大変です。本当に命が伸びたね。伸びたね、すごい伸びた。カンボの麦ちゃんなんですけど、乳食に完全移行しようとしてて、母乳をね、やめようと思ってるんですけど、なかなかこういう感じで不機嫌になっちゃうので、まだ難しいところが、ね、やっぱりここに耐えないといけないのかな。性格違うもん、いつでもおっぱいあげてないとき、うん、怒る、怒るっていうか、うん、悲しい、悲しい感じ、悲しい感じ。でも胸が痛いんだよね、おっぱい飲みたいんだよねって分かってるのに、あげちゃいけないっていう、めっちゃ悲しくなる、こっちも。まあこれも成長段階と見るしかないっていう感じに捉えて、そうだね、やっぱりちょっとずつやっていくしかないんだよね。ねえ、卒業に向けてこんな感じで頑張ってるところをね、麦ちゃんが頑張ってるところを撮ってきました。何かいいアドバイスがありましたら、ぜひとも、ぜひとも教えてください。もう卒入できるとは今のところ考えられなくて、うん、なかなかそれができなかったんだろうね。うん、難しいわ。じゃあそんなところで終わりましょうか。はい。はい、ここまで動画をご覧くださってありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。